はい、今日の一品です。まずは卵を3つボウルに割って、砂糖と、塩ですね。砂糖が大さじ1の、塩が小さじ半分ぐらいです。これを溶き卵にしたら、金のシリコンカップですね。この型に入れてどうなるか試してみたいと思います。さて、綺麗にハート型にできるでしょうか。ちょうど卵3個分ぐらいに余るぐらいでできそうです。ちょっとお皿が小さかったので大きめのに変えてラップをしてからレンチンしていきたいと思います。はい、まずは40秒ぐらいから様子を見て40秒から50秒でやっていきます。何か様子がおかしいです。キノコみたいに膨らんでおります。見てください。さて、形はどうなっているでしょうか。はい、見事にハート型になっておりません。大失敗ですね。はい、これをフライパンでこんがり焼き目をつけて違うものになってしまいました。